ごめー。小石と話し終わったと思ったら、次はフランと二人きりで話すことになっていた。ああ、絶対気づいてたよな、小石。一言ぐらい言ってくれればよかったのに。いや違うか。僕をからかいたかったってのが大きそうな気がするな。あの性格だし。ところでさ。どうした？小石と何話してたの？うん、そうだな。どこまで言っていいのやら。というか、圧倒的に僕に不利な情報が多すぎるな。雑談、詳しく言えばフランが僕のことをよく話してくれるみたいなことを話してたかな。なるほど。あれ、意外と動揺してる？ちなみに、小石はどんなこと話してるって言ってたとかある？どうだったっけか。なんか、ぼんやりとしか話してくれなかったんだよ。ふん。それこそ、フランは僕のどんな話を小石にしてたんだ？ふえ？そうだな。昔から仲良しの幼馴染が羊になったんだよみたいな。なるほど。そりゃあんな驚き方するわ。あと、どうして羊になったのかを質問するのも当然の回路な気がするな。あ、そういえば。私、さっきまでお姉様の部屋で怒られてたの。だろうな。だいぶ怒り心頭だったみたいだし。まあ、それはいいのよ。で、その時にね、恋愛の本もらったんだけど一緒にやらない？どういう経緯で？怒られた後にね、急に、仲直りの印って言われて渡されたのよ。なるほどな。で、それ、心理テスト的なやつか。そう。なんか一時期ハマってた記憶あるわ。別にいいけどさ、恋愛系なんだよな。そう、恋愛系。フランって、そういうの興味あったんだな。え、そりゃ、人並みにはあるよ。逆になんでそんなこと思ったの？だってさ、少なくとも僕が学校にいるときは、フランってほぼ全員の告白を断ってたじゃん。だね。というか、ほぼじゃなくて全員かな。さらに言えば、今でもずっとそうだね。だろ？だから、恋愛とか興味ないわ、みたいなさ、そんなタイプだと思ってたんだよ。少なくともフランという少女は、学校では高嶺の花という言葉がよく似合うそんな振る舞いをしていた。というか、僕も幼馴染じゃなかったら絶対関わらなかったというか、関われなかったと思う。ちなみに、フランについたあだ名は、破壊少女。なんでも、見た者の性癖を破壊し、さらには告白したとしても必ずと言っていいほど振られて玉砕するらしい。まあ、客観的に見たら何にも間違ってないのが悲しいところだ。小石とかに聞いてごらん。多分、めちゃめちゃな恋愛好きって言われると思うから。あ、そう。なんか新しい一面が見れたような感じだわ。そもそも、私はずっと一途だし。それで、やるのか？心理テスト。そうだね。じゃあ、早速やっていこうか。フランはそう言うと、本をペラペラとめくり始めた。いろいろあるね。どんなのがやりたい？いやー。別にどれでもいいんだけど。逆にフランはやりたいものないのか？ない、こともないんだけど。なんか、どれも絶妙に難易度高いのよね。ああ。確かに。なんか、見てみた感じ心理テストというよりは、実践で付き合っちゃえみたいなのが多い気がする。奇数占いって。もはや心理テストじゃないだろ。そうね。カップルとかがふざけてやったりするのかな。あ、じゃあ。これとかどうだ？色占い。難易度低そうじゃない？確かに。やってみよっか。というわけで、二人で内容を確認していく。赤、黄、青、緑、紫、黑、茶の7色に異性を当てはめる、か。じゃあ、この色の中からフランに当てはまりそうなものを選べばいいのか？そうだね。で、私は1かに当てはまるものを選ぶと。だな。そうだな。1かといえばって色ねえ。1かはもう決まってるの？うん。見た瞬間にパッと浮かんできた。おお、それはすごく楽しみだねえ。よし、私もこれに決めた。お、決まったのか。うん。それじゃ、お互い色開示でもしますか。そうだな。いやー、なんかこういうのってワクワクするな。そう？私なんか、ドキドキなんだけど。めっちゃ緊張してるじゃん。そりゃそうでしょ。こういうのって意外と当たるんだよ。じゃあ、どっちから開示する？1かからどうぞ。了解。さて、開示となるわけなんだけど。あれだな。フランの前では強がってみたけど僕もやっぱ怖いわ。いやー。こういうのは信じないようにはしてるんだけど、なんだかんだ引っ張られるんだよな。まあ、そんなことをうじうじと思ってもしょうがないわけなんだけど。じゃあ、僕がフランに当てはめた色なんだけど。緑、です。へぇ、なんか意外なんだけど。一応、理由とか聞いてもいい？パッと決まったって言ってたしさ。まあ、僕もパッと見た時にそれが浮かんだからよくはわからないんだけど。フランのなんだかんだ優しいところが浮かんできたのかなって。そっか、なんか、嬉しい。そりゃよかった。まあ、もっと具体的に言うとすれば、なんだけども。フランが誰かを助ける時に見せる笑顔ってのがすごい優しい顔してるんだよな。その時の顔が、パッと一番最初に浮かんだんだと思う。まあ、はずいから言うことはないけど。じゃあ次は私の色開示か。いやそうだな。いや、別にそんなことはないんだけど。緊張するんだよ。大丈夫。なるようにはなる。雑いねえ。でもなんか、言えそうな気がしてきたよ。お、じゃあ、今のうちに言っとけ。うん。というわけで、私の選んだ色は。赤、かな。赤か。
まあ、わかる感じの色できたな。それで、一応理由を言っておくと。一花って、元気くれるし、いつも明るいし、あと名前も赤いし。まあ、それら込みで赤かなって。なるほどな。なんか、名前だけで来てるのかと思ってたらちゃんとした理由があって申し訳ない気持ちになったわ。まあ、正直、名前が5割だよ。よし。それじゃあ、今から確認といきますか。そうだね。うわぁ、ドキドキする。じゃあ、フランの方から見ていく？いや、一花からにしよう。オッケーオッケー。じゃあ、見ていきますか。というわけで回答ページを開け、緑の欄を探していく。さてさて、緑は？安心する人、かな。ふふ、一花は私に安心してるわけ？まあ、そうだけども。あれだな、予想以上にこっち側恥ずかしいわ。ふふ、だろうねー。それにしても、安心する人か。そう思われてるのは嬉しいことだね。そうか、ならいいんだけど。だってさ、私、結構わがままだし、嫌われてないかとかたまに心配になるんだから。ああ。まあ、確かにそうかもな。でしょ？うん、まあでも、そんなことは今更だな。もう慣れてるし、なんだかんだ楽しめてるから大丈夫だぞ。そう？それなら安心だよ。まあ、この話は一旦置いておいてフランの方見ないか？そうだね。嫌だけど。まあまあそう言うなって、直前になっておじけづいたか？うん。まあでもな、一花もやってくれたわけだし。見ようか。オッケーオッケー。じゃあ、探すとするか。というわけで、フランが言ってくれた赤の欄を探していく。さてさて赤は？一花。私、どう反応すればいいかわかんないや。奇遇だな。僕も同じ気持ちだ。え、一応確認だけど、赤だよな。うん、そうだね。恋人にしたい人ってな。フランは、僕を恋人にしたいのか？心理テスト上はそう言ってるみたいだよ。さーて、どうしたものか。あれだな。いざ、こういうヤバめのやつが来ると盛り上がりって消えるんだな。いや違うか。困惑が勝っちまうんだろうな。まあ、恋愛系の心理テストだしあるわな、そや。うん、なんとなく予想はしてたけどさ。ここで来るの？それな、もう、言葉に出して突っ込むのさえやめてしまったわ。でも、実際フランって僕のことどう思っているんだろうか。長い付き合いがゆえにこんなこと聞いたことさえなかったけど。逆に今がチャンスか？ちなみに、いい機会だから聞いておくんだけどさ。実際、フランって僕のことどう思ってるんだ？どうっていうのは、その、恋愛的にってこと？いや別にどんなのでもいい。僕をどんな風に思ってるのかなって気になってな。そうだな。前提として、なんだけど、その心理テストさ、多分外れてないんだよね。じゃあ、その、恋人にしたいと？いや別にそういうことではなくて、そういうことなのかな。まあ、どっちでもいいんだよ。私が言いたいのはね、市川さ、多分、私にとって必要不可欠な存在なんだよ。で、初めてできた友達で、男子の中でも嫌な感じがしなくて、というかむしろ私の方から関わりに行きたいぐらいで。なんか、恥ずかしいこと言ってる気がするけど、多分ね、私は、今後、一花ほど仲良くなれる異性っていないと思ってるんだ。だからこそ、さっきの心理テストは間違ってない、と、そう思ってるわけですよ。とりあえず、一応好印象を持たれてるってことでOK？うん、そうだね。ざっくりといえばだけど。でさ、この際だから巻き込むんだけど、一花って、私のことどう思ってる？フランのことか。なんでもいいんだよな、回答。うん。どう思ってるんだろうな、実際。さっき心理テストで緑だったように、安心する存在ってのは間違いない。でも、じゃあ、他に思ってることって何もないのだろうか？まあ、正直よくはわからないんだけど。一緒にいて楽な存在で、いつでも話せば楽しくて、気づいたら一緒にバカやって怒られたりさ。なんだろうな。さっきの言葉を借りるなら安心する存在。僕にとってもフランは必要な存在で、まあ、一緒にいたいって、そう思わせてくれるかな。そっか。それから少しフランは悩んだ素振りを見せて、言葉を紡ぐ。今日ね、お姉様に言われたことがあるの。フランは、一花くんのことをちゃんとわかってるのかしら？って。正直言っちゃえばさ、何でも知ってるって思ってた。バカにするなよ。って。でも、実際は違ってさ。恋人と話す中でね、一花のことを意外と知ってなかったなって思ったり。今だってそう。私が知らない一花の一面を見れたり。私自身が、一花にどんなことを思ってるのかさえも分かってなかった。それがさ、本当に悔しくて、何でも知ってるつもりでも、全然そんなことはない。バカだよ、私は。そう言葉を放つフランに、僕は少しばかりケオされる。たく、そんなことまで考えてたのか、フランのやつ。壁にぶつかった時ぐらい、助けを求めてほしいものだ。なら、僕がかける言葉は、なあフラン、今日さ、恋人と話したんだよ。さっきそう言ってたね。で、突然なぜその話？いやさ、お前のさっきまでの言葉を聞いてる時に、僕は思ったことがあったのよ。そうなの？まあ、
今日、小石と話したって言ったじゃん。でさ、その中で恋愛についてめちゃめちゃに掘り下げられたの。初対面なのに、とか思ったりしてさ、突っ込んだりもしたんだよ。でも、よく考えてみたらさ、その質問をするって行為ってすごく大事なはずなんだよ。たとえ、どれだけ付き合いの長いカップルだろうと、熟年の夫婦だろうと、他人の気持ちを全部理解するってのは無理なはずだ。だからこそ、直接本人に尋ねて確認する。だからこそ、質問の意味は重要視される。でもさ、僕らは、その行為をしなかったんだなって。長年一緒に過ごしてるからさ、お互い分かったふりをして。いや、実際には分かってるつもりだったから気にもしてなかったんだけども。相手に、不乱に、尋ねることをしなかったんだなって。やっぱりさ、付き合いが長くなってくると恥ずかしいって気持ちも勝ってくるし。そもそもとして、相手について理解してることって増えてくるんだよ。でも、僕たちはずっと同じまま止まってるわけじゃない。ずっと成長をし続ける。だから、どうしても変化とともに自分の内に秘めてる心も変わってくる。僕らはそれに気づけないままここまで来たからこそ、こうやって、小さいけど、壁にぶつかったのかなって。特にさ、デミリアさんに言われたことは正しくて、相手が何を思ってるのかなんてわかりっこない。どんなことを思って、何の意図を持って、その発言をしたのかってのをよく考えないといけない。だからさ、長くなっちゃったんだけど、僕が言いたいことは、もっと、お互いのことを知るために、長く一緒に居続けるために、言いたいこと、聞きたいこと、そういうのがあったらお互い遠慮せずにやっていきたいって思ってる。多分、僕はずっとフランのそばにいるだろうし、フランもいてくれるのかなって勝手に思ってるからこその言葉なんだけど。でも、だからこそ、これから大きな壁にぶつからないように、やっていく必要があるのかなって。僕は長いながらも言いたいことを全部言い切り、フランの方へと改めて向き直る。するとフランは、少しばかり笑みを浮かべ口を開く。そうだね。確かに、もっと一かに聞いておけば、ってこともいっぱいあったんだよ。でも、そうだよね。それができてたなら、お姉様にあんなこと言われることもなかっただろうし。きっと、小石からの質問にも答えられたはずなんだよ。というか、なんだけれども、早速質問してもよきか？いいけど、どうしたの？小石に何質問されたんだ？一かのタイプについて。あ、なるほどな。そりゃ答えられるわけもないだろ。言ったことないし。だよねー。やっぱり言われたことないよねー。そうだな。というか、これ、心理テストしてたんだっけか。そうだったね。いやでも、もはやどうでもいいや。なんかすっきりしたし。そうか。僕としては、赤の結果についてどこまで本気か確かめたいところだがな。それはまあ、後々わかるんじゃない？多分。まあ、そういうことにしておいてやろう。すると、突然フランがニヤッと笑い、こちらを向いてくる。というか、質問してもいいんだよね。まあ、別に構わんけど。じゃあ、一かのタイプについて教えてもらいましょうか。うわ、やっぱそれかよ。当たり前だよねー。というわけで、僕らはその日、徹夜をしてまで話をし続けるのだった。